昨日午後、雫石町の民家の庭に5頭のイノシシが出没し、飼い犬が腹部を噛まれる被害がありました昨日午後7時半ごろ、雫石町お明神に住む女性から飼い犬がイノシシに噛まれたと警察に通報がありました警察によりますと、犬は民家の庭の敷地内で飼われていて、家の中にいた住民が犬の鳴き声を聞き発見したということです 犬の腹部にはイノシシに噛まれたと見られるおよそ10センチの傷があり発見当時、そばには親子連れのイノシシ5頭がいたということです。